はい、お待たせいたしました。十時半となりましたので、本日二つ目のご講演となります。大成ロテック株式会社池田様からのご講演となります。池田様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、えー、ご紹介を受かりました。大、え、成、ー、ロテックの池田と申します。えー、始めさせていただきます。 本日なんですけれども、このような流れで進めようと思います。まず最初にあの簡単に当社のご案内させていただきます、当社、全国の支店ございまして、道路をメインとした舗装会社でございます。その舗装工事の中でですね、ICT 活用工事であったり、最近ですと、VIM ・ SIM 活用工事、そういったものをです、ね、支援する部署に所属しております。 であと、それ以外にですね、えー、実際に設計データを作成する、えー、ですねあと天群計測やデータ処理、そういったことも、えー、行っております。で本日、えー、実際ですね ICT を活用した工事の取り組み事例をご紹介2現場ご紹介したいと思うんですけれども、ま、ICT 活用工事が、えー、本格的にスタートする前の現場をですねちょっとご紹介させていただきたいと思います。であとですね、えー ICT 活用工事で使う研機ですね、ICT 研機の施工についてもお話しさせていただいて、最後、新しく容量が制定されている小規模土工についてをご紹介させていただこうと思います。よろしくお願いします。まず、活用工事の取り組みについてというところでご紹介します。こちらなんですけれども、活用工事が容量として、え、ー 制定される前にです、ね、行っている、まあまあ、案として出ていたんですけれども行っている工事です、えー、ゴルフ場の練習場ですおおむね三万平米、まあ、土工事がメインだったんですけれども、まあ、こちらで実際に ICT を活用させていただきましたでここで求められているものとして、えー、残給率、まあ、いわゆるそのボールがです、ね、あの排水口にこう流れて回収されるんですけれども、えー、その流れない 残ってしまうボールがですね10あ20%に抑えてほしいという、えー、ご要望がございました。というところで、えー、高精度な施工を行なきゃいけないというプラス、えーまあ、当時、ですね、えー、近々 ICT 活用工事が始まるというところで、まあ、ここで、えー、実際に試してみようというところで取り組ませていただいたものです。えー、実際の流れれですけれども、えー とてててて出されているプロセスすにのっとって行っ行おります実際、気候測量は天群計測、でまた認知異源の CAD を3次元設計データに置き換えて、実際にマシンコントロール、ICT 研究で施工、で出来型管理については、簡易的に計測が可能なガイダンシステム、いわゆるクイナビのようなものですけれども、用いて、施工直後からですね検測を行いながら出来型を取っています。 で3次元データの納品はですね、あのまあ、ちゃんとしたの工事ではなかったの、その活用工事ではなかったので、データとしては納品してますけれども、大きく1から4までを行いました。こちらが、えー、実際に現況天群のデータですね、でこの天群データと、えー、図面を重ねて、ですね最適な、えー、勾配と、えー、施工できるように、えー、いろいろ検討を行ったんですけれども、 左下の3次元設計データ非常に複雑なデータでしてまあこれあの実際どう,うふうどういうふうにしたかというともう場所場所で部分的にカットしてそれを一つに合成したのがこのデータになりますあの非常にデータ数が大きかったものであの個々に分けて施工するような形をとっております ICT 研究については、マシンコントロールを使って施工しております。なので、トータルステーション等を用いずにですね、GNSS を用いた施工を行っています。なので、長張りです,ですね。この施工を行った直後から、検測を行いまして、精度のいい施工を実施したというものになります。 取り組みあの案として、施行として取り組んだものでこういった生産性についても検証を行っております、こちらの日数、の施工日数についてなんですけれどもあの当初の計画施工日数、雨天時の休日も含めてですね117日と予定していたものが実際にこの ICT 工事として取り組んでみると75日まで削減できた。 という結果で、まあ、倍生産性が向上したといいう結果が出ています、えー、ただ、とはいえですね、あのこちらの、まあ、ゴルフ場なので、非常に施工しやすい、えー、規制も特にないので、まあ、そういったところも、あのーまあ、反映されているのかなといった結果になっています。でまた、費用面もですね、あのーまあ、こちら、細かくてちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、従来施工費と、えー、比較をしてみました。えー 大きく変わっているのは、ですね機械費がですね、まあ、従来よりも大幅に増えている、ただその代わりに、えー、当初かかる予定だったら労務費だったり、えー、材料、その他費用というのが削減されているということで、まあ、従来費用に対して約23%削減できたという結果になっています。 でまた残業率もですね20%以上の10%を切るような制度で施工ができたということが、まあ、この現場においての結果となっています。でもう一現場なんですけれども、えー、とこちらはですねコンクリート舗装が ICT 舗装工に入る前にですね実際ちょっと取り組んでみた内容になります。こちら東京湾の海底トンネルのコンクリート舗装です。 でこちらで何をしたかというとえ地上型レーザースキャナーの計測についての検証をえ行っております。当時ですね地上型レーザースキャナー据え置きタイプえが主流というかまあ出始めだったんですけれどもえそれにさらに新しくですね移動 いわゆる地上移動体搭載型リゾスケなどもですね、この2つをですね使って、実際にコンクリート舗装工で ICT 舗装工の活用工事を施行したという現場になってます。流れとしましては、活用工事のプロセスと同様です、気構測量で2つの機械を使ってですね計測を行って、実際に設計データを作成しています。 でこちら、のコンクリート舗装工、スリップフォーム工法を用いておりますので、マシンコントロールを使った施工を行っております。で出来型評価を行ってあ、計測を行って評価をしてたといったものです。で結果としましまては えー、コンクリート倉庫について評価、えー、ですけれども、まあ、こちら、あのー、全てですべ、ね、て厚さも高さも、えー、を企画値を満足したという結果となっております。でまあ、結果はそうなんですけれども、この計測機械の違いですね、こちらが、えー、計測時の時間とロームについてです。あのー、今回このの計測 え,吸えるタイプ三脚で吸えるタイプと移動するタイプと2つえ行ったんですけれどもえ気候測量のコンクリート床板とえー安定処理補装と表層で各3パターンで計測を行っておりますで大きく違うのはですね時間ですねえ作業時間ちょっとコンクリート床板の TLS の12時間が非常に長いのは、ですねちょっとあの作業が少しあのまだあの私も不慣れだったので、少し時間がかかってしまったというところがあるんですけれども、だんだん計測時間がな慣れていくと、5時間、安定してだと5時間、表層だと4時間と早くなっております。ただ、それでもですね移動式の方がやっぱ圧倒的に早い、半分ぐらいのですね時間で計測ができるといったものになっています。 でまた隣のデータ解析時間、こちらもですねあの早い、なぜかというと、今回ここでえ使用したえ移動式のスキャナーの計測データなんですけれども、変換作業がいらない、特殊なその拡張子を変換するといった作業がえなかった分、ですねあのデータの解析時間も早かったという結果になっております。ただそれれでででももすね移動体課題がいくつか挙げられて ま,したえー、まずですね、あのー、価格が高い、まあ、IMU 積んでおりますのでやっぱ通常よりもです、ねえー、価格が高くなってしまうというところですねであと、ですねこれを結構大きかったんですけど計測器の通路の確保と段差 ですねえーまあ、今、現状ですとあの改善されているとは思うんですけれどもあのここで一度あったのがです、ね、あの仮設,あ設備の関係でコードがです、ね、ケーブルが何本か横断に渡ってたんですねでそれをゴムでゴムの、えー、養生されていたんですけれどもそこを渡るたびにです、ね、少しこうデータが止まってしまった。り えそういったたことがありました、まあ、あのタイヤを少し変えてです、ねまあ、通るようにしたんですけれども、まあ、そういった段差があると、えー、ちょっとあまり良くないかもしれないでまたあの通路の確保というところで、まあ、こういったあの何もない、えー、場所であればいいんですけれども例えば物がたくさん置いてあるとか、えー、そういったものですとなかなかこう移動体もスムーズに進められないと、えー、いったところがあると思いますので、まあ、そういったあの現場の環境 にも採用されるのかなという課題が挙げられました。はい。まあ、以上この2つ、えー、まあ、こちらの2つの現場はですね。実際に活用工事が始まる前にですね、あの試験的に行ったものですけれども、あのー、どちらもですね、あのー、結果的にはですね、あのー、生産性というか、ロームも費用もコストもですね、あの削減できたという結果が挙げられたというご紹介でした。はい。え続いてあの。 i c これあのですねあの私が ICT 活用工事でこう現場でお話をするときにですねあの、まあ、いわゆる昔で情報が昔で言うとあれですけど情報化施工という話なんですけれどもあの現場の担当者さんですと、まあ、情報化施工自体はですねもう何十年も前から、えー、行われているものなので ICT 活用工事 で何だろうだけど ICT 研究はなんとなく分かるよとえそういった現場の方があのまあ見受けられるんですね。なので逆にですねあ,のあまりこうなんだろうな手放しになってしまうんですからあの重機メーカーさんだったりとかにこうお任せしちゃうようなまあそういう現場がですねまあ何か所かこう見抜けられるなというところでえまあ実際にあの施工してみると例えば精度が合わない。 高さがおかしいえどうしてどうしてということがですね現場であるんですね。えなのですごくあの初,初歩的な内容にはなるんですけれども改めてですね ICT 研究の施工についてというところをちょっとお話しさせていただこうと思います。今、えー、回ですね、まあ、ICT 活用工事の中で、えー、重機ですけれども ICT 研究を使ってくださいと、まあ、指定型、えー、希望型どちらも、ね、あ,るあるんですけれども え大きく2つですね、マシンコントロールとマシンガイダンス、えー、ございます。で、MC、マシンコントロールについては、えー、3次元設計データにのっとって、えー、重機が動く、で、えー、設計面に、例えばバケットだったり、えー、ブレード来ると勝手に止まるというところで、まあ、技能講習を受けている方であれば、あのーまあ、なんですかね、えー、熟練のオペレーターの方でなくても、えー、操作ができるよといったところが、あのー。 メリットとなっておりますでまたマシンガイダンスの方なんですけれども、まあ、こちらは設計データが見えているだけれども機械は止まらない、まあ、いわゆるその図面を設計データを見ながらオペレーターの方が操作できる、まあ、そういったものになっています。 ですとローラーのどこを踏んでいるのかというのを実際にこう図面を見ながら確認して行うので、低圧管理システム等はマシンガイダンスに入るんですけれども、そういったあの大きく2つの機能があります。また重機についても、もともと中に内蔵されているものであったり、あるいはコンマチ小さいものですと、外付けタイプのごのもございます。大きくこの2つですね、えー で機械についてですけれども、まあ、こういった形でちょっと分けてみました。えマシンコントロールの中にはですね、えー、ミニメータ GPS、まあ、GNSS ですね、とトータルステーションを用いたもの、あとマシンガイダンスは先ほどお話しした、低圧管理システムを活用したものがございます。でこちらの ICT 研究の、えー もう少し詳しく載っているものなんですけれども、今現在 ICT、まあ、舗装工だけで話をするとですね、グレーダーとブルーが露板工で対象となっております。でごめんなさい、これ ICT 舗装対象外の中にですね、切削機入ってるんですけれども、少しちょっと語弊がありまして、切削に関しては選択式が主流になっておりますので、マシンコントロールを使う場合でも従来型の。 タイプででももどちらでも構わないといいととうことが、えー、ございますあとですねフィニッシャースリップホームペーバーということで、えー、こちらは CT 補走口の対象にはなってはないんですけれども、まあ、マシンコントロールも活用できるよという話ですねで、えー、フィニッシャーのマシンコントロールのところで少しお話をすると、あのーまあ、ある現場でですね、あのー、こちらのフィニッシャーの方に、えー データを高さのデータをです、ねまあ、随時こう送り続ける、まあ、そうするとです、ね、わずかでもこう1ミリ前後のこうデータの更新が行われるというところで、まあ、平坦性に影響してくるんじゃないかという現場もありました、えー、もちろんです、ね、あの使うシステム、ソフト、機械によってです、ね、あの異なるとは思うんですけれども、まあ、そういったところも、えーまあ、考慮しなければいけないのかなというところです。 最初にお話ししたトータルステーションと GNSS のお話ありましたけれども、最初にちょっと TS のトータルステーションを使う場合についてお話しさせていただきますで、えー。トータルステーションを用いた場合の例なんですけれども、グレーダー等にです、ね、こういったターゲットですね、プリズム、ターゲットを設置します、まあ、ここの位置をですねこのグレーダー自身は持ってます。 でこのトータルステーション自体にですね、えー、このグレーダーの位置情報が分かるようにですねその測量結果を常に送信している、えー、そういった状況になっています。おおむね100メーター以内というふうに精度を確保するように100メーター以内と言われているんですけれどもある程度グレーダーだったりその重機が進むにつれてトータルステーションを据え替えなきゃいけないと、えーまあ、そういった、えーまあ、手間がちょっとかかってしまう、えー、そういった特徴がございます。こちらののフィニッシャーの両サイドにですねプリズムを 搭載した場合の例なんですけれども、このプリズム1個1個にですねこのトータルステーションを追尾させる、させながら高さを常に与えた状態で舗装していくと、そういった施工になっております。こちらのフィニッシャー以外にも、ですねスリップホーム後方を用いる場合ですと、右側のような、ですねまあ同じようにプリズムを両サイドにつけて TS で追尾する。 でここなんですけれども、プリズム、基本的にはプリズム1個に対して1個のトータルステーションなんですけれども、例えばフィニッシャーでいくと、ある程度進んでいくと、追尾しているトータルステーションから離れていきますね、そうすると、ですね精度が良くなってしまう、悪くなってしまいますので、新しいトータルステーションに切り替えなきゃいけない、そのためのトータルステーションを、フィニッシャーの先に据えておくんですね。 えそうなってしまいますと、えー、まあプリズム1個に対して2台、まあ、今、左の写真でいくと計4台、でさらに真ん中に検測している方いらっしゃるんですけど、まあ、こういった検測作業を行うと、さらに1台、まあ、多くて5台のトータルステーションが必要という場合もございます。まあ、もちろんです、ね、それはあの現場によってさまざまで、片側しかいらないよという場合もございます。 であのたまに現場の方でですねあの何でこんな TS いるんだよというお話を、えーま、ど,ど,こどこにどういうふうに使うのかを、えー、ちょっと分からない,らない方はあのそういうふうに、ま、聞かれることあるんですけども、ま、こういうところで使うから必要なんですよという説明をいつもしてます。 で続いて GNSS、トータルステーションじゃない使い方ですね。まあ、こちらは GNSS 衛星測位システムと呼ばれるものですけれども、まあ、いわゆる GPS だったり、えーまあ位位あ、位置を特定する衛星、取得する衛星を用いた、えー、方式になります。 まあ各国ですね、衛星飛ばしてるんですけれども、大きく GPS とグロナスかなというところですね、日本は順天井衛星飛んでますけれども、この衛星を使って位置情報を取得するといった方式になります。で、簡単ですけれども、衛星測位の仕組みです。こちらのまあ測量も含めてですね、必要な衛星数というのは決まってるんですけれども、最低では4基必要と言われておりますので、これ何かというと、 XYZ の誤差とあとですね時間誤差、やっぱりあのえ2万キロ上空を飛んでますんで、やっぱり時間、がロスがかかってしまうま、そういった誤差を相殺するために最低でも4機は必要だよというふうには言われております。これですね、実際に現場であったことなんですけれども、いくつかちょっと紹介します。とある空港の現場でですね GNSS を使ってました。 えー、そうすると、ですね突然、えー、精度がまあ悪くなってしまうという現象が起こったんですね、まあ、深夜、えー、夜間の工事だったんですけれどもせな、なんだなんだというところで、いろんな、えー、場所をですね、まあ データだったり重機地震だったりいろいろチェックするんですけれども特に問題はないとでなんでだというところでまあこういったことが原因じゃないかということでまあ衛星数がですね時間帯によって減少してしまうとかえいうことがありますまあこれ衛星が少なくなったりすることでえ精度に影響するということもえあると思いますんでえ例えば施工中にですね突然えーデータが 見えなくなるとか、位置がずれるとか、そういったことになると、えーまあ、衛星は常に動いてますんで、まあ、衛星が動いてるというか、あの同じ場所にはいないのであの、そういったところで精度が変わってしまうよという要因にはなると思います。であとはですね、マルチパスですね、あの直接受信するものではなくて、ですね例えば建物であったり、えー、あとは近くにですね、これ意外とあるんですけど、木とか、えー まあ樹木がたくさんある、今度もですね反射してえ取得してしまうと、マルチパスになってしまうと、そうしますと、距離精度が低下しますので、これもえ誤差というか、精度悪化の原因になってしまうま、これ、街中のえ施工ですね、例えば、切削の MC であったりとかすると、こういったことがまあ,あるのかなというふうに思います。 あと、これはあのまあもちろんなんですけれども、トンネルの中だと衛星の信号は取得されないので、基本的にトンネルの中のえマシンコントロールはトータルステーションを用いることが多いのかなというふうに思います。あと、簡単にですね、こちら、どういった機材が用意されているかということで、一例でございます、こちら。フィニッシャーでですねマシンコントロールを使った場合の例なんですけれども、 まあ重機の中には必ずコントロールボックスといったものがございます。でこちらの写真の例でいくと、ですねこちらの両サイドに、えー、受信アンテナとレーザー受光機といったものがついていますで。これよく見るとですね上がアンテナで、えー、この下にですねレーザーの受光機がついてるんですね。でこの受信機というのは、いわゆる GNSS の受信機なんですけれども、GNSS はどうしてもですね縦方向、延直方向の精度がですね少しやっぱ弱点になってしまうと。 いうことなので別にですねゾーンレーザーという高さ方向の精度を補正するものを用意してでこのゾーンレーザーから来るレーザーをここの受講機で受,信すると受講するえそういったものになっていますあと別にですね現場内のどこか基地点の上に GNSS の基地局を置くとこういったものを一式でですね施工を行っています。 もう少し詳しくするとこんな感じですね、えー、GNSS 基地局というのは、ですね現場内の基地局の上に設置する、まあ、あの空港といっても大規模な工事ですと、もうそこから絶対に動かないようにということで、三脚を固定してしまうとか、えー、受信機だけ外すとか、まあ、そういったことを行ったりもする場合がありますね。 あとゾーンレーザー、ですね受講機を持ちながら、こちら、の計測してますけれども、1台でですね複数の受講機対応できますんで、重機だけじゃなくて、ですね検測している時にでも受講機で確認ができるようといったメリットもございます。こういった形でですね GNSS 自体は、ですねあの高さ方向がやっぱり弱いというところをどう補正するかというのが、重要なところになってくるかなというふうに思います。 GNSS で使うものとしてはまあフィニッシャー以外にもですねグレーダーであったりブルーで行うことが多いです。TS とですね GNSS を比較したものがこちらですね、え。ー 表になっておりますやはり精度のところがですね気になるとは思うんですけれどもただ、ですねあのまあ現場の環境条件によってですねやっぱり全然変わってくるものなのでこちら目安として見てもらえればなとは思いますで制御範囲もですねトータルステーションから何メーターですよとか基地局から何メーターですよといったものもありますので、まあ、こういったところを考慮しながらどちらを選ぶかというのを現場の方で検討していく。 えただ、どっちがいいかっていうのはですねあの本当に現場の環境次第ですねもちろんトンネルだったらトータルステーション、えー、などありますけれども、えー、精度を確保したいのか、えー、もしくはその施工の効率、えー、迅,速的に迅速にかつ早く終わらせたいとかい、えー、うんであれば GNSS。 えーまあ、そういった形で、まあ、どこに重こきを置いて施工するかによって、えーまあ、選択する、えー、そういったところが、えー、重要なのかなというふうに思います、はい、ちょっと簡単でしたけれども ICT 研究の説明でした、はいでえー、最後小規模土工についてお話しいたします、えー、小規模土工なんですけれども、えー、容量が、えーまあ、制定されまして えーまあ、大規模な工事じゃなくて、ですね、まあ、ちょっとした土工事にでもですね ICT を活用できるようにというところで、あの内容もですねあのとても、こうなんですかね、えー、やりやすいというか、試しやすいというか、あのそういった内容になっているのかなというふうに思っています。えー、ただ、弊社でもですねあのまあ実績を作ろうというところで、まあ、実績作りに励んでいる、そんな状況です。はい まあ前段というかあのお話なんですけれども、ICT 自体は、ですねまあ講習自体はもうのすごく拡大しているというところで、前々からそうだったんですけれども、小規模工事というのはなかなか普及が難しいと言われておりました、やっぱりこの4つが大きな課題かなというふうに思いますま、発生する費用、計測機械であったり、重機というのが従来よりもやっぱ高くなる、あとはですね3次元データ。 あとは計測、えー、天群計測を行うようとい、えー、った場合はその分、工程を調整しなきゃいけないし、えー、マシンコントロールを使うようであれば、えー、施工する前に一度データを、えー、取り込んで、えー、キャリブレーションだったり、えー、データが合ってるかどうかを確認するとかそういった工程も必要になってくると思います。 あと、資機材の整備というところでは、えーまあ、実際に施工で使う、えー、重機であったり、そういったのももちろんなんですけど、意外と,意外とコストがかかるのが、ですねパソコンだったり、ですねソフトの方ですね、あのー活用まあ、実際に活用するデータというのが、えー、重くなる、もうギガバイトのデータだったり、何百メガといった,そういったデータを扱う場合、あのー それなりのパソコンだったり、えー、あるいは、えー、容量の大きいハードディスクを使ったり、えー、あまり普段現場では活用しないような、えー、そういったソフト面のところ、あハードもそうですけど、あの用意しなきゃいけない、まあ、そういったところもあると。えー、なので、まあ、当初の対象工事がですね新設工事、えー、からスタートしておりますので、まあ、なかなかやっぱり中規模だったり、大規模工事と。 がまあ対象となってしまうことが多いのかなというふうに思ってはいたんですけれどもえ今回ですねあの小規模土工の管理液型管理要領が制定されましたのでまあこういった小規模な工事への活用もまあ期待されているんじゃないかというふうにえ感じております。こちらですねえまあ弊社の、えー まあ小規模、土工の ICT 活用工事ではないんですけれども、こういったこともちょっとやってみてますというご紹介です。まず左なんですけれども、こちらの電線共同工の現場の管路をえマシンコントロールのバックホールで掘削しているえ現場ですで。こちらはまだ全然、今からもう3、4年ぐらい前になってしまうんですけれども、その管路ですねどうう、どうしてマシンコントロールを使ったかというと、 まあ管路をまず傷めない、損傷させないために、ですねえ管路の上部で設計データを作成して、そこで止まる、それ以降は手彫りで管を見つける、そういった形で活用しております。ただ、ですねやっぱり電線共同まあもちろん管路の位置というのはある程度決まってはいるんですけれども、その日、どこでどこをやるのか。 え例えば雨で1日スライドしたら、じゃあ、当初予定したここじゃなくて、ここをやろうとか、場所が変わったりします。えー、そうすると、ですね設計データを作成、まあ、後ほど説明しますけれども、設計データを作成するのがなかなかこう難しいなというところが感じました。 であとはですね、えー、と右側のモバイル端末活用した計測というところで、えーとまあ、こちらの弊社で、えーまあ、第2回のウェブセミナーでも少しご紹介させていただいたんですけれども、まあ、弊社でですねあの開発した、えーまあ、アプリまだちょっとごめんなさい市販,はな市販にはなってないんですけれどもアプリケーションございます。であのモバイル モバイル端末を用いてですね、えー、まあ気候だったり敵型計測が行えるといったものになってるんですけれども、まあ、こちらでですね、まあ、左のような電線共同庫も含めてですね、あのー、地上型レーザースキャナーだとちょっとえ広す、えー、もったいないなと、えー、だけどモバイル端末であれば計測しやすいねとそういった小規模な範囲の計測を可能としております。えー こちらも後ほど説明しますけれども、あの小規模の川柳ベビマンの方ですとね、あのモバイル端末の計測が認可されておりますので、まあ、こういったものをですね、新技術を活用した計測も、どんどん進んでいくのではないかなというふうに思います。あと、下、最後、下ですね、設計データ、こちらですね、これもあの非常に便利なんですけれども、あの設計データ、通常は事前に事務所で作って、 重機に入れて、えー、施工する、もしくは出来型で、えー、使うということが、えー、主流ですけれども、えー、例えばですね、あのー、現地で,です、ね、座標を拾って、でその場でティン、面データを作成してしまう、でその場で作成するので非常に簡単な面データではあるんですけれども、まあ、やはり小規模工事なので、そこまで複雑な面、あのー、データもいらない、単純に、あのー、この、えー、対象範囲の面の 高さが分かればいいよ、下がりが分かればいいよという目的がありますので、あの簡易的に面データをその場で作って、でその場で計測する、えー、そういったものも、えー、当社で行ったりしております。えー、簡単にちょっと実施要量を、えー、並べてみました、えー、小規模渡航と川柳米未満ですね、まず小規模渡航なんですけれども、えー、こちらの5つのプロセス、えーまあ、気候測量は選択式。 設計データ作るけれども、機械についたマシンガイダンス。で、出来型の方はですね、作業動航のため、該当なしという記載がございます。で、この出来型のえ該当なしというのが非常に大きいかなというふうに思うんですけれども、非常に手でも手を届きやすいえ内容かなというふうに思います。で、またあの小規模渡航だけではなくてですね、え、ー どこを潜入米未満の話、えー、させていただくとまあ、こちらもほぼ同じなんですが出来方管理の方でですね断面管理もしくは面管理というものがございますあのー、まあ、通常はやっぱりですね断面管理が多くなってしまうのかなと思うんですけれどもまあ、先ほどの、えー、モバイル計測ご紹介させていただきましたけれども、まあ、こういった、えー、技術を使うとですね、まあ、面管理もできるのではないかというところも、えー まあこちら、川柳ベビーワンですのでねえ対応できると思いますので,でこちら、前回も少しご紹介したえアプリですね少しお話しさせていただくとえこのモバイル端末えライダー機能を使ったえモバイルえ端末をですねえ使用してえ実際に計測をするといったものになります。 歩きながらですね、写真出てますけれども、歩きながら歩行しながら計測をするといったものです。で、あの、標定点、AR マーカーあるんですけれども、ドローンと同じようにですね、標定点、座標を付与したものを使うことによってですね、測地系の座標で、 座標を取得することができますので、いわゆる地上型レーザースキャナーで計測したデータのようなですね天群データ、取得できます。こういったものを用いて、ですね小規模渡航でもどんどん活用していけるように、社内では今、順次、順次、使用をですね広めていこうとしております。 はい、で先ほど少しお話しした設計データの話、えー、させていただきます、えー、小規模渡航でですね私が個人的に一番難しいと思っているのはこ設計データかなと思っています、えー。というのはですね、あのー、やはり先ほども少しお話しした通りですね、あの小規模工事となるとやはり対象範囲が狭い。 でえー、もちろんその日にどこやるかは事前に決まっているとは思うんですけれどもある程度臨機応変にじゃちょ,ちょっと短くしよう長くしようとか、えー、そういったことも、えー、多分考慮されるというところで実際にその日に施工する場所の設計データを作成するというのがなかなか、まあ、難しいのかなというところがありますただ、まあ、これはあの事前にです、ね、打ち合わせ等を行って報共、えー、をしていればです、ね、もちろんクリアできるとは思うんですけれども。 であとはです、ね、あの施工とデータ作成の範囲の整合性です、ねえー、が求められる、えーまあ、小規模工事になりますと例えば作業土工などが、えー、関わってくるとです、ね、設計どおりに、例えば幅であったり深さですね、えー、決まっている数値はあるんですけれども、まあ、それ以外作業土工に関してはある程度 広めとか大体これぐらいとかまあそういう施工が入ってくるとえ実際の設計データと重ねた時にですねちょっと設計値よりも広いね狭いねそういったことがあるの,じゃないあるのではないかなというふうに思いますんであのでここはですね設計データをどういうふうに作っていくかというのはえ実際やるときにですねあの現場の方とは。 ま施工をどういう風うに進めていくかという情報も含めてですね。あの、収集していかなければいけないのかな？という風うには個人的には思ってます。はい、すいません。最後えー、まとめさせていただきます。えー、まあ、こちらですね。実際に ict 活用工事えー、まあ、弊社でもですね。あまり経験のない、えー、担当者の方えー、されることあるんですけれども、やはりどうしてもですね。あの、難しい日をかかるという声があります。 でまた、前向きにこうもっとこうした方がいいんじゃない、した方がいいんじゃない,っていうあの意見もあるんですけれども、一番ちょっと気になっているのは、ですね何のためにしているのか分からないというえお声をいただくことがあるんですね。特に指定型の場合ですと やはりどうしても特記に書いてあるからやらなきゃいけないという意識持たれている方もやっぱりいらっしゃるえただそうとは言ってもですねまあ世の中まあ AI も進んでますけれども世の中の動きとしてはやっていかなきゃいけないんだなというんだけれどもなんでやるのというところがわからないというところがあ,のま,あ,あまりこうなんだろうなこう前向きにえ意見が 出ななない要因なのかなと思ったりももすするんですけれどもまあそういったところでですね私が思うにはえ実際にですね ICT っていうのは何のためにやるのかっていうのを明確にして現場の担当者の方がやっていただくえ例えば、ですね現場ですと人員を削減したいもしくは費用を抑えたいかまあ先ほど話した早く施工したい。 えー、早く施工したいから MC を使う、人員を削減したいからこれ使う、えー、そういったことであの、実際に何をするっていう目的を明確にすることで、あのじゃあ、これ使えるじゃん、これ使えるじゃんという話ができるんじゃないかなと思,う、えー、と思います、まあ。もちろん、発注者さんの、えー、ームです、ね、あの管理だったり、協議の効率化、そういったのもございますので、まあ、そういったところをですねあの実際に施工する側が、ですねあのあこういう目的なんだなというところを、 はっきりねあのー、考えて進めていければですね、えー、もっともっと進んでいくんじゃないかなという個人的な見解でございましたはい、えー、以上で終わりますありがとうございましたはい池田様ありがとうございました、えー、冒頭音,音声トラブルがありまして申し訳ございませんでした、えー、池田様のですねご経験をもとに様々,様々な事例をご紹介いただきました 特にですね、あの最後の ICT、えー、何のためにやるかというところに関しましては、我々もですね、ちょっとお耳が痛い話かなと思っておりますので、今後、取り組みについてご説明していただいていてければなと思っております、えっと。ちょっと時間になりましたので、大、え、成、ー、ロテック様からの発表は以上となります。池田様ありがとうございました。